現在の国分寺を後にして国分寺薬師堂に向かいます。コース順路から外れて薬師寺に向かうことになります。ほんの少し歩くと右手に石段が見えます。これが薬師寺の石段です。石段を登るとその途中に国分寺仁王門があります。入りもや造りの八脚門です。その門の近くの更新塔が私の中の3つの虫が動き出さないように静かに見守ってくれているようでした。仁王門の左右には1718年に建立された阿吽二体の仁王様が安置されています。さらに石段を登っていきます。正面に見えるのが国分寺薬師堂です。1335年に新田義貞が寄進したと言われています。ここには平安時代あるいは鎌倉時代初期に作られた木造薬師如来像が安置されていて国指定文化財になっています。薬師堂から国分寺楼門に戻り武蔵国分寺仁寺へ向かいます。もともと武蔵国分寺は奈良時代中頃聖武天皇の詔勅によって宗寺仁寺が造営され、諸国国分寺の中でも武蔵国分寺は最大規模を誇っていたとのことです。今見ていただいている道の風景が歩んできた道で、そこには国分寺を示す大きな石碑があります。その正面の石垣の向こうに武蔵国分寺宗寺がありました。当時ここにあったという金堂は
最大規模であったが、1333年鎌倉幕府打倒を目指した新田義貞の分倍ヶ原の合戦で消失したと言われています。今はその礎石を残すばかりです。つわものどもが夢の跡。